はい、今日はセブンスコードについて。まず C のコード、これは以前に行いました。これに1,2,3 4つ目の音を加えます。この時に一番上の音から1,2,3 3つ上、ここから3つ上の音を加えます。これがセブンスコード C7 となります。この C7 はサブドミナントへの移行に便利です。これを弾くとなんとなくこうきます。この後にこうきやすいんですね。とこの和音は一番下の音を上に持ってきます。そうするとこれは F の和音、 F のコードになります。これは先ほどの C コードに対して F、 これはサブドミナントになります。